今回は注意障害のシリーズとして認知リハビリテーションにおける治療戦術である再建復元へのアプローチについて解説したいと思います。こちらが認知リハビリテーションにおける治療の進め方の概略図になります。こちら、急世紀の時期では機能障害レベルの治療が中心になりますので、まあ、こちら、再建復元へのアプローチを行うと。満世紀に行くに従って社会行動生活レベルの治療、 要するに、行為作業の障害に対して、代償再組織化へのアプローチを行うと。で、まあ、同時に環境整備や外的補助手段も取り入れていくというような流れになります。で、まあ、今回は機能障害レベルの治療に対する再建復元へのアプローチを解説したいと思います。こちら、再建復元へのアプローチなんですが、刺激法と言われる訓練が中心になります。まあ、このメカニズムは神経回路のシナプスの再結合や、 抑制機構の解除になります。この刺激法には特異的訓練と全般的訓練に分けることができます。でまあ、今回はこの特異的訓練の APT-2 について解説したいと思います。この APT-2 は障害された注意コンポーネントに焦点を当てて、特異的に注意障害を治療する訓練法になります。まあ、こちらの全般的訓練は 基本的には市販のドリルやゲーム、パズルなどの手法、題材を利用します。これは治療に関する論理的根拠が明確ではないんですが、一定の効果も報告されています。また、興味を引きやすく導入が容易で、急性期や軽度意識障害には便利といった利点があります。まあ、この全般的訓練のポイントとしては、順次難易度を上げる階層的アプローチや、 作業成績のフィードバックが重要であるとされています。まあ、特異的訓練における APT2 なんですが、まあ、これは注意障害に対して比較的よく知られている軽症例用の訓練になります。直接、特異的に注意障害の改善を目的としたものになります。まあ、この ATP2 の訓練課題は、4つの注意コンポーネントに属する複数の機上訓練がそれぞれ難易度別に階層構成され、 優しいい課題から行うようよになっています。今回はこの ATP2 の4つの注意コンポーネントに対して、まあ、それぞれポイントを解説したいと思います。こちらが持続性注意に対する訓練課題になります。まあ、例えばこちらの4番ですね。こちらが0から100までの数字を4つないし5つを聞いて、まあ、指示された順に並べる課題になります。まあ、例えば大きい数字から小さい数字へ並べてくださいと。 いったような課題になります。まあ、具体的には2468と言った後に大きい順に並べてくださいと。要するに8642といったようにまあ書いてもらうといったような課題になります。まあ、これを行うことによって、こちらの持続性注意に対する特異的な訓練になります。次に転換性注意の ATP2 の訓練課題なんですが、まあ、例えばまあこちらの5番ですね。まあ、こちらは 口頭で指示されたまあ先ほどと違うところは一定の時間で並び替えの規則を変更するというところがポイントになります。まあ聞いた数字を大きい順に並べたり今度は小さい順に並べたりするといったように、まあ、課題を少し規則的に変えていくと。まあそうすることによってこちらの転換性注意に 特異的な課題になるということになります。で、まあ、こちらが選択性注意における APT2 の課題になります。まあ、例えばこちらの3番ですね。まあ、こちらの課題は、まあ、先ほど述べた課題を使用してもいいんですが、まあ、それと同時に、まあ、周囲で注意を乱す動作を行うと。まあ、例えば机の周りを評価者がぐるぐる回ったり、まあ、音楽をかけて、要するに雑音ですね。それを加えると。で、まあ、この雑音を 排除しながら課題に集中できるかどうかを訓練する。これによって、まあ、選択性注意に対して、まあ、特異的に行う訓練になるということになります。次にこちらが配分性注意に対する APT2 の課題になります。まあ、例えばこの3番ですね。まあ、課題自体はまあ先ほどと同じ課題でもいいんですが、同時に時間を把握すると。要するにまあ時計を置いておいて、1分または5分が経過したら教えてくださいと。 ったようにダブルタスクですね。数字の課題と時間の把握の課題を同時に行うとそうすることによってこちらの配分性注意にに特化した課題なります。このように APT2 はこちらの注意障害の分類に対してそれぞれ特異的な課題を用いるとそうすることによって特異的に注意機能の改善を図るとというような訓練方法になります。 今回は注意障害のシリーズとして、認知リハビリテーションにおける治療戦術である再建復元へのアプローチについて解説しました。はい。今回は以上になります。